おはようございます。おはようございます。大内です。横山です。自己満足大学のお時間です。それではご覧ください。すいませんでした。すいませんでした。ちょっとごめんなさい。おふざけがすぎました。そうですね。いつもの雰囲気出しちゃいましたね。すいません。人に見てもらうようなものではなかったか。確かに見せちゃいけないし、こういうのを本当提供したら本当ダメ。うん。反省。反省。これは反省。なのでちょっと改めてしっかりとさせていただきます。すいませんでした。はい、改めてその楽しい行動であることっていう、はい、まあ自分を駆り立てるワクワクするものは何かっていうのと、で僕大事なことここに書いてあって、ほう。それは自分で納得できるかどうかっていう。うん、できなかったからさっき。え？あれ納得できない。できなかったです。今あれだね。僕もまあちょこちょこ。だから次はしっかりと下の。しっかりと下の提供とかまあ見せていけたらなと思いますので、うん、よろしければ最後まで見てください。はい、お願いします。よろしくお願いします。ダメでしょ。大丈夫だよ。嘘。え？やばい。なんだよ。ごめん。え？おお。どうでした？え？うん。楽しかったよ。楽しかったよ。うん。今どういう行動でした？僕運動してました。わかりやすく。準備運動というか、まあ個人的には。まあおはようっていうから朝のシチュエーションだと思ってたので、うん、まあ体をちょっと伸ばしながら、はい、まあ結構その運動することによって、うん、体を動かすのが好きな役なのかなっていうのも多分見れるかなとも思いましたし、まあ、運動をしていて、まあ隣でね動いてたじゃないですか、なんか、まあだから友達に話しかけたらその運動をちょっと中断させられてしまったという感じでしたね、うん、僕は。俺、うん、最初に、うん、ちょっと待って、どうしましたごめんなさいね、うん、すっごい楽しかった、はい、すっごい楽しかった。何にも覚えてないってこと？いや、やろうとした行動全く取れてない。あれ？でもね、何か見つけてたじゃないですか、明確に。そう、だからそれは設定として自分はものすごく今その学校で、はい、学園祭みたいなイメージで、はい、ダチ、はい、で来て、うん、運動してる、うん、部活動に切り替わったんです、なんかそこで、うん、急に運動してるの見て、運動してるの見て、部活動に、そっから大丈夫だけど、だから友達、あって言ったら友達とじゃれるかな、うん、そうね、友達とじゃれるというか、だってでっすーってじゃれて、で俺女の子を見つけたんですよ。でしょうね、なんかアイドルかなんかいるのかなって俺向こうに思って、お見つけて、やばいで、俺もなんだよって思ってこっちの視線を言って、で行こうだから、うん、ごめん、うん、あっち行っちゃったそうそうそう、うん、でそこは分かった、だからもう自然にそれになっちゃったんだ、うん、だから行動としては友達に会う、うん、僕最初から決めてたんですけど友達に会う、はいはい、そして好きな子を見つける、はい、追いかける、うん、その子を追いかけるっていう行動をしました。どうでしたか皆さんまあ、でね、まあ、一応ちょっとお互いなんか噛み合っちゃったところは、確かに、でも今回はやっぱ楽しかったですね、うん、クリアということで、はい、クリアですね、はい、今回、はい、なので次回はポイント3に移ってしっかりといきたいと思いますので、はい、ます、はい、よろしければ次回も見てください。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。バイバイ。